本多忠勝、井伊直虎、井伊直政。彼らは羽柴軍と戦うべく小牧山に向かう途中、濃霧に包まれる。困惑する徳川の精鋭たち。そこに中国の三国時代の鬼神呂布が現れ襲いかかる。なんとか呂布を退けたが、彼らの疑念は増すばかりであった。ここはどこなのか、主や他の将の行方は、そしてあの呂布という男の凄まじい力の正体とは。答えも出ぬまま彼ら。あ、誰かいるみたい。うん、戦の準備を進めているようですね。あの旗印、見覚えのない軍勢です。嫌な予感をしますが、どうします？黙って見ていたところで状況は変わらぬ。十分に注意しつつ接触を図るしかなかろう。わかりました。早速近くの方に声をかけてみますね。先遣隊、直に本隊が来るはず。ならば敵の大将に直接話を聞くとしましょう。新入り、どうやら他の使い方もできそうだ。
突撃せよ。奇声を上げて攻めかかるのだ。侮れませんね。私たちもすぐに出陣の準備を。ギーの先兵だな。思ったより少ないが油断はしない。ちょっと偉い人みたいですけど、やっぱり話を聞いてくれる雰囲気じゃないです。これにあり。義軍の迎撃に向かう途中、妙な霧に包まれたと思っており、彼らと遭遇しました。ですが、義の核弾部隊にしてはどうも様子が変です。見事ですね。ですが、義にあんな将はいたでしょうか。困ったわね。でもこれ以上はさせないわ。はぁ、なんて凛とした美人。つらくてすみません。押しております。しないわ。
我らは敵ではない。即刻矛を収め、話を聞いてもらおう。その言葉、信じるとだ。確かに義軍には見える。話を聞こう。私は孫厨房、孫家の長として皆を率いている。葬儀が進行してきたとの報を受け迎撃に出たところ、妙な霧に包まれてな。ようやく晴れたと思ったらお前たちがいたのだ。妙な霧、我らも同じだ。小牧に参陣する途中、霧で道を見失い、気づけば見たこともない敵に取り囲まれていた。しかし孫厨房、それに孫家、宗家、あなたの話が本当だとすれば、俺たちは生きる時代も場所も違うはずだ。それは妙だな。どういうことでしょ。異なる時代、場所の人間が同じ場所に集うなど本来ありえません。しかし今それが起こって、私たちは妙な事態に巻き込まれたようですね。だが原因も事情も全く見えぬ。話も聞かず戦いを仕掛けておいてすまぬ。これよりは協力して事態の解明に当たらぬか。願ってもない申し出だ。よろしく頼む、孫賢殿。行く白玄全孫厨房慶松園、戦うことでしか。この主義法こそが偵察に出していた兵が戻った。この先で、なんと、一体誰がそのような。董卓、かつて我々の世界で欲望のままに生き、残酷に人々を踏みにじった暴君です。董卓は民を巻き込むのも気にせず村で略奪を働いている様子。ならば同行させてもらいたい。暴君が相手とあらば拙者の部が何かの役に立つ。ああ、忠勝が来てくれるならば心強い。だが妙だな、以前にもこうして共に戦う。どうも初めて会った気がせぬな。奇妙なものよ。先ほどの妙な武器使えば人知を超えた力を発揮できるようですね。この先の戦いでも役立つかもしれません。そうですね、ナオ。他にもいろいろな武器が手に入ったし、確認してきちんと備えておかないと。
戦いはどんどん激しくなってきてますね。その分仲間も増えてるのはありがたいですが。ああそうだな、今後に備えるためにも皆の様子に気を配り